ね。ん？お尻？え？うん。普通のなんか、パン！イエーイ！もうちょっと。やったありがとう。うん。ん？さっき、そうだっけ？まあいいや。今外で、ほんと？うん。出た！ナオミ！ううん。足の根、そう。ほら。ありがとう。気にしない。ひどい事件。そういえば何か、昔そんなことがあったって聞いたことがある。私たち、まだ生まれてなかった時代の話だから、よく知らないけどね。また人。
ていうかさ、あ、もう。あれ？ないよ！何？あゆみちゃんからもらった紙人形の切れ端。ああ、おまじないの？私のは学生証入れに入ってるけど。うそー。あの時ポケットに入れたせいかな。すぐちゃんとしまわないからだよ。蝶みたいに。なんでそんな、隅っこ、なんか、感謝に。よし。いたきれとほ、ありがとう。よし、か、あとを冷やす。助かったよ。お許しも。あいが。ねえねえ、ナオミ？ん？持田くんにやっ。は？だ、もうかきっとナオミの。あんたといると、なんか普通に、いつ。ありがとう。早くあ、うん。でも一歩ここにいな、これって。軽い口をさっきから。ごっくりて、すまん。またユカちゃんの聞こえた。ナオミはもう少し心配だ。だ、で、せっかくだ。うん。先生。痛いよ、なんで。嘘。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。なんか、
さっちゃん、迎えに来てくれたの？やっぱりここには私たち二人しか、静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか、あの部屋もう近寄らない方がいいわ。よかっ、じゃあそろそろ行こっか。立てる？ええ。でも、行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな、死んでたじゃん。あ、やばい。また。もう、無理だよ、きっと。疲れた。また、子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて、私たち。明日は朝一でカットの予約入れてるし。午後から、ほら、一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、心。ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんか、ずっと笑ってる。そうかな。このまま、本当に出られなかったら、どうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ！恐ろしい目にあって、心が、とうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が、気づいたら、傷つけてた。辛くて、悲しくて、
子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。咳を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感は、それと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりして、すごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対違う。いなくなった人が大事だから、何か苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。私のバカ、聖子のお母さん数年前に失踪しているのを知ってたく、残された人ってそう考えるものじゃないかな。あんたのところはどうか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方でき、ナオミ。ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が効率いいかもしれないし。そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ、お父さんやユウたちに。心配かけたくないよ。私が悪いんだから謝る。それなのにナオミにそんな言い方されたら。聖子、ごめん、私、私こそごめん。ナオミがそうしたいのなら私行くね。何やってんのよ私。こうしてこの異空間に拉致された者の中でもまだ幸運だったはずの同じ次元に存在することができた私たち二人は、簡単に喧嘩別れをしてしまった。この些細な私の意地っ張りが大きな後悔を招くことになるのは、その後すぐのことだった。初めてだな、ナオミとあんな風にぶつかり合ったの。一人になるとだんだんさっきの恐怖が蘇って、何かに頭を支配されたように理性を失った私は、聖子を探して校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら、気がつくと私は校舎の3階にいた。聖子、どこにいるの？聖子ねえ、一人にしないで。いるの？
세고 아끼는 것도 謝らせてよ。